切りますね、これ取っておこうと思ったんですが、結局 DIY に使います。うわー、本日はフェイクスイーツが作れるガチャガチャを使ってミニチュアクリスマスケーキを作っていきたいと思います。上に乗せるトッピングもこれまででゲットしてきたガチャガチャを使って乗せていけたらいいなと思ってます。いちごとかあるので、そしてクリスマスの他に本日お誕生日の視聴者様もいらっしゃるということで、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、いろんな思いを込めて今回はこちらでケーキを作っていきたいと思います。していきます。これすごいんですよ。まずラインナップお見せします。こちらです。ホイップクリーム粘土、いろんな組み合わせがあるんですが、紫のホイップクリームにピンクの土台です。まさにね、アジーンカラーですね。フェアリークリームセット当たりました。ピンクスポンジとパープル粘土で、こちらのセット内容がね、もうまさにフェイクスイーツ。まずは粘土、土台と、ここに絞り袋のセットがついてます。もうこれだけでクリームが絞れてしまうということです。すごい、スクイーズだこのスポンジ。うわー、高反発ですね。低反発じゃないです。スポンジ、スクイーズっていうよりはメイクパフみたいな触り心地をしてます。本当にこれでね、ファンデーションとか塗れちゃう感じ。かなりちょっと分厚いですけど、メイクパフですねこれは。で、この包まれていたものが絞り袋だ。こちらをセットして絞るということですね。油分が含まれているため油がつき取れなくなります。これよくあのスクイーズに入ってますよね。え、今回もそういう感じなのかな。このスクイーズはそんなことなさそうなんですが、うん、クリームなのかな。ではこちらの絞り袋を作っていきます。こうして、こうでいいのかな。一応ね、設置しました。で、こちらの粘土を開封します。あ、結構柔らかめ。軽量樹脂粘土と本当触り心地が似てます。エンジェルクレイとかセリアの。ただちょっと柔らかめかな、絞りやすそうな感じです。だらっとせずに、うん、これを袋の中に入れて絞ると。よし、絞ってみます。結構ね、粘土ですね。粘土だからどのぐらいこう滑らかにいくかな。映ってる？あ、映ってないな今。ちょっとね、お待ちください。ここ映んないんだよな。こういう感じでいきたいんだけど、ちょっと浮いちゃいますね、粘土だから。ちょっとこうか、こんな感じで、こうですね、こんな感じで絞っていきます。なかなか難しい。これいちごをね、どこに置こうかなって。いちごね、どうしよう。この絞り方するといちごどこに置けばいいかな。一応いちごはね、ここにあるんです。以前ガチャガチャでゲットしたガチャガチャのいちごと、ここにもね、あるんです。透明タイプのいちごで、あとはね、こういうグミのパーツとか、このマシュマロもね、使えそうですよね。このあたりもトッピングしたら可愛いんじゃないかなって思います。おでんはね、ちょっとさすがに違うな。よっ、クリーム絞れました。どうしよう、ここもね、本当は真ん中の土台ね、最初のところを紫一色にした方がいいかなって悩んだんですが、どうしよっかな。白だったらね、白いホイップだったらいいんだけどな。紫だとちょっとくどいかな。いろいろ悩みますね。せっかくここはピンクなので、ピンクでいこうかな。ここにいちごのパーツをトッピングしていきたいと思います。
乗るかな。真ん中にマシュマロとかこの美味しそうなねお菓子をいっぱいブワーって乗せようかなって思います。あーいちごが微妙にちょっと足りないかな。どうしようどうしよう、足りないかな、ちょっと大きかったかな。いやでもこれ使いたくないんですよね。これちょっとなんか違うからな、タイプが。どうしよう、ちょっと間にクリームを絞ろうか。こういう風にします。結構これでね足りそうですね。いちごね接着しやすいようにこのヘタの部分にねちょっと粘土をつけてます。残り2、よいしょ。ちょっとここにね粘土つけると若干固定される。ただこのクリーム絞ってみて思ったんですが、これやり直しが効くので簡単にピリッと剥がれるので、間違えちゃっても何度でも絞ることができます。これが残ってる限り。よっしゃ足りた。オッケーオッケーオッケー。でこの中央にマシュマロを、これ4個あるみたいなのでマシュマロ4個置いて、これです。これなんだろう、グミ。このプニプニのスクイーズを置いていきます。切りますね。これ取っておこうと思ったんですが結局 DIY に使います。うわーわ、すごいプニプニしてる。このいちごとはまたちょっと違った感じです。すっごいプニプニしてる。え、マシュマロよりマシュマロですねこれはマシュマロよりすごい。よし、じゃあここに乗せましょう。いい感じいい感じ。そしてこちらスイートグミカットします。わーやばい、これはね間違えて食べちゃいそう。これは分かんない、何色にしようかな。青はちょっと奇抜、黄色、黄色でもな、マシュマロの色だからな。あ、全部そうじゃんピンクもあるしね。全色いくか。完成しました。どうでしょう。いや思ってたより可愛いパーツのおかげで、いやいい風にできたんじゃないかなと思ってます。最初ねどうやってこのここら辺をね埋めようかなってすごい悩んでたんですが、いやちょっと大満足です。可愛かった。ということで今回はこちらのホイップクリーム粘土を使ってミニチュアクリスマス粘土を、あ、粘土じゃない、違う違うミニチュア、なんだ、ミニチュアクリスマスケーキを作ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。